株式会社イドムは東京都千代田区に本社を置く中古車をメインとした自動車の販売、買取会社。旧社名は株式会社ガリバーインターナショナル。ガーリバーを軸に中古車の販売と買取事業を全国約500店舗展開。また、キャス領域を軸とした車のサブスクリプションサービスや個人間、カーシェアサービスなどを提供。 1994年4月、創業者である、羽鳥県市が、福島県郡山市において、車買取専門の東京マイカー販売株式会社を設立。同年10月に部門を法人化。1998年、画像による車販売システム、ドルフィネットシステムの運用を開始。同年上場、2003年に、東証一部に指定外する。2006年に、 ポーター賞を受賞。2008年に代表取締役に、羽鳥雄介と、羽鳥り雄が就任。2016年7月、称号を、株式会社、ガリバーインターナショナルから、株式会社イドムへ、社名変更。現在過去、ガリバー運営会社に措置命令イコール、10年保証、実は別料金、消費社長、時事通信社、 2018年2月11日閲覧。ありがとうございます。